時なりよりは、室町時代から、戦国時代の武将、守護大名、身の守護、時氏、第十一代当主、時持役の養子。ジップは、一式義縁で、一式義直は、叔父とされているが、時氏の氏族相場氏の相場元明の子とする説、助良僕、三都氏の子とする説などに分かれている。養子となる際に、第八代将軍、 足利義成から変記を与えられて成り降りと名乗る。法名は胸安。美濃の隣国である尾張千田軍の文軍守護であった一式義縁の子として生まれたとされている。兄弟に丹後守護職の一式義雄がいる。一式氏は丹後の保開瀬の守護でもあった足利氏一族の名族で四式の家の一つとして、侍所の長官に任じられる有力な武家であった。美濃守護。 時持駅の着難、持権が創生したため、持駅は、孫で、持権のこの亀島るを後継ぎにしようとしたが、守護代の斎藤と品ながこれに反対して、一式出身の成頼りを擁立して、高層となり、交渉2年に持駅は隠居させられ、成頼りが守護となった。室町時代の中頃から多く見られるようになった、守護代が守護の力をしのぐ事例の一つで、 ミノでも実験は守護大の斎藤氏が掌握していた。応仁元年、応仁の乱が起こるとなりよりは西軍に属した。なりよりは八千余機を率いて、京都に在陣して戦い、ミノ本国は守護大の斎藤明珍が守った。有力黒人の富島氏、長井氏が東軍に加わって斎藤方を攻撃してミノは内乱状態になる。明珍は富島氏、 長いを破った上、東軍が幕府と朝廷を要している異常的の拠点になる恐れがあるとして、幕府方向州の所領をはじめ、区家や自社の省縁と国画領を横領し国内を固めた。明鎮の勢力は、尾張、伊勢、大海、日田まで広がり、成よりを意のままに動かし、さらには西軍を左右するまでの存在になる。しかし10月に、斉藤明鎮が、 伊勢遠征を行うと、その隙をついて、東軍の小笠原課長と木須谷豊が稲谷と木曽谷から東美野に進行した。東美野の東山市はこれを防げず、大井城や時軍の刈安城まで落城し、天文三年に、品野の小笠原城記が撤退するまで東美野の一部を占領され続けた。文明九年、応仁の乱の講和がなるとなりよりは、 西軍の名目上の総帥だった足利義美、偽財の不死を庇護して美濃へ帰国した。義美不死は11年間、河手城に滞在している。文明12年に、明鎮が死去すると二人の老い、守護代、斉藤俊富士と伊母帝の都志国が後継をめぐって争った。都志国が勝利して斉藤氏の力はさらに強まった。長京元年に、長京、 遠徳の乱が発生して、第九代将軍、足利義直による六角高寄り申請が始まると、次の標的は、吉見不死を要している自分であると考えた成よりは、突如拒兵して、美濃山中に立てこもって、幕府軍を迎え撃つ準備を始めた。結果的に、義直の病死によって、六角攻撃そのものに失敗し、美濃進行は起こらなかった。明王三年。 なりよりは四男の元を出来を合いし、着難の正房を拝着して、元来に家督を継がせようと昇春五代、石丸と光に、元来を擁立させ、正房を押す、明順と戦うが、明順を解き伏せ、西尾忠教を追放する形で一時的に和解させる。翌明王四年六月、なりよりは再び明順と戦うが敗れる。同年七月、 斎藤方と戦い敗走し、正房に家督を譲り、隠居して宗康と名乗った。元ライト、石丸と光はなおも抵抗したが、明王5年に明順に敗れて自殺した。明王6年に死去、去年56。実際には斎藤明臣によって国政を牛耳られていたとはいえ、その在世中は船田合戦を引き起こした晩年期を除けば、 ミノの内外における時氏の名声が非常に高まった時期でもあった。このため、多くの文化人が戦乱を避けて、ミノに逃れてきた。しかし、斎藤多江泉、都市近藤氏は、船田合戦終結後に、石丸都市光を支援した六角高よりを打つべく、大海に遠征して戦死、時氏は国人の区靴に過ぎなくなり、斎藤氏も衰退、ミノは混乱に見舞われることになるのである。 ありがとうございます。